昔、中国の三国志の時代に無敵の騎馬将軍と呼ばれた役という男がいました。彼の愛馬は真っ赤な馬、赤兎。緑兎赤兎は人馬一体となって中国の草原を駆けていきました。人中に緑あり、馬中に赤兎、御苑ルートに蓮沼ラビアあり。俺と赤兎の物語。俺の赤兎は、俺の赤兎、蹄の音が俺を揺らす。黒い俺の心に赤い血が吹くよ。黒い俺の心に咲いた赤い花。生まれる前からお前を知っていた気がする。その日から俺は決めていたんだ。俺の赤兎は、俺の赤兎。天下も国家も関係ねえ、お前と戦場かけりゃいい。無敵の騎馬将軍だのなんだの、人は言うけど勝手にしやがれ。俺の赤兎だ、俺の赤兎。俺とお前と二人の勇姿をあの世のお袋見せてやるぜ。俺の赤兎だ、俺の赤兎。どこ行ったってゴミ、なびかせ走る。たとえ俺が死んでもお前は嘆くな。俺はいつでも空からお前が見えるよ。黒い男の男の野望も欲望も蹴散らすのが見えるよ。俺の赤兎は、俺の赤兎。天下も国家も関係ねえ、お前と戦場かけりゃいい。ケチなこの世でお前に会えたぜ。俺の赤兎は、俺の赤兎。俺とお前と二人の手